アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和5年10月28日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2023X3 リーグウエスト第3節クラブベアーズ対クラブアイランズの一戦が間もなく行われます。試合開始は16時20分キックオフ予定となっております。本日白熱した第3節となっております。その最終節を語る一戦となります。両チームご紹介をさせていただきます。本日はビジターチーム扱いながらホワイトのユニフォームですが、ホームスタンド側に陣取っておりますのがクラブベアーズです。かつてはマイカルベアーズと称しておりましたので、こちらの方がご存知の方が多いかもしれません。1989年に当時の日マイカルがチーム創設しましたマイカルベアーズ。かつては1990年代2000年代に現在も続いておりますエレコム、当時はサンスターファイニーズ、そしてアサヒ飲料チャレンジャーズ、そして当時は松下電工パナソニックインパルスとともに関西の強豪勢の一角として名を馳せておりました。後にそのスポンサーであるマイカルが撤退し、クラブチームと化しまして現在は X3 に甘んじております。しかしかつてのその面影ある素晴らしいプレーを散見させております。昨シーズンまではそのマイカルベアーズで当時であった非常に親しみやすいユニフォームをそのまま長年愛用しておりましたが、今季は心機一転非常に精悍なモスグリーンのユニフォームに変えてまいりました。心機一転新しくクラブベアーズとして今シーズンは戦いに挑んでおります。対しまして反対側に陣取っておりますホームチームのチームカラーをまとっておりますが、本日はバックスタンドになっておりますクラブアイランズです。こちらも歴史は古く1990年代から当時の神戸にありました、アパレル企業ワールドを軸にしておりまして、ワールドアイランズとして長く社会人リーグに在籍しておりますチームです。そのワールドのスポンサー離れましてしばらく久しくなっておりますが、現在も X リーグとして、そして兵庫県下にあります X リーグのチームとして活躍しております。2016年17年シーズンは X3 を連続制覇するほどの実力を誇っておりました。この両雄によります一戦が間もなく開始という形になります。両チームの今シーズンのここまでの成績はともに2敗という状況で非常に厳しい戦況にあります。しかしなんとかその打開点を見出さんとともにこの両雄相まみえる形になりました。今シーズンの白星をつかみまして、X2 昇格レースのその可能性を残す戦いでもあります。現在 B ブロックは数勢大きく動いておりますが、全勝を第1試合におきましてリードエフォートエールズが確保し、結果的にそれで敗戦しましたサイドワインダーズが1敗という状況でその次の位置にあります。そしてその全勝の位置に並んでおりますのが2試合目に勝利しました広島ホークスです。この3チームが現在昇格争いのその最有力という形になるでしょう。今シーズン X3 は上位3チームが来季 X2 に自動昇格するという非常に大きな年になっております。この権利を有産と今戦っておりますが、その条件はいわゆる6チーム中3位、つまり勝ち越しが条件です。翻りますと3敗しますとこの昇格レースからは後退する形になります。双方とも現時点では2敗という状況ですので、これ以上は負けられません。何としてもこの試合は勝利しまして、その可能性を見出さんというところでありましょう。その両雄による一戦が間もなく試合開始となります。これより両チームによるコイントスが行われます。早速チャット内のメッセージありがとうございます。寺崎様、今シーズンはまだいいプレーがないので今日こそは、なるほど、ベアーズの寺崎選手ですね。試合開始前にコメントを記載いただきましてありがとうございます。寺崎選手はいつもベアーズの中では非常に突出したビッグプレーヤーでもあり、常に試合を一発でひっくり返す素晴らしいプレーを見せてくれていただいております。今シーズンはまだその一芸が見れておりませんので、この試合何としてもその大きなプレーを見たいところでもあります。ピノ様もメッセージありがとうございます。ベアーズファイトというメッセージ、これがベアーズの方々へのエネルギーとなることを期待したいと思います。他の方々もぜひ忌憚なくチャット内のメッセージをお願いいたします。叶いましたら、できましたら双方への敬意あるメッセージをお願い申し上げます。クラブアイランズキックオフ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。双方ともサイドラインで檄を飛ばし合いまして、まもなく試合開始の時を迎えます。まずはクラブアイランズのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフを務めますのはクラブアイランズ91番の大山です。大山は広告高校出身のルーキーです。さあベアーズもリターナーを2人配置しております。クラブベアーズリターンに入った。果敢にも中央にリターン敢行しまして、リターナー17番自陣35ヤードからの攻撃を確保しました。ここよりクラブベアーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権前進更新とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはクラブベアーズの攻撃、自陣36ヤードからになります。クラブベアーズファーストダウン10、 1回目の攻撃に入ります。パス成功、ファーストダウン。まずクラブベアーズはパスプレーから入りました。アメリカンフットボール攻撃チームは開始点より後方より一度だけ前にパスを投じることができます。この権利使いまして、ワイドレシーバー1番にパスを通し、一気に攻撃権を1回で更新としました。クラブベアーズファーストダウン。見事攻撃権更新を果たしましたのはクラブベアーズワイドレシーバー1番の杉田、日本大学出身。クラブベアーズ自陣47ヤードからファーストダウン10、パス不成功。クラブベアーズパス攻撃を展開します。ワイドクォーターバック6番右に展開したタイトエンド92番へのパスでしたが、このパスはオーバースローでした。前パスは失敗ですと元の地点に戻され、次の攻撃と変わります。従いましてクラブベアーズ攻撃地変わらず自陣47ヤードからセカンドダウン10。今度は中央へのランプレーです。ランニングバックにハンドオフしまして中央突進を敢行しました。このランに応えましてランニングバック見事に前進図りまして、約6ヤードのゲインとしています。キャリアは45番の選手でした。45番川端、北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズサードダウン4、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は4ヤードです。パス不成功。クォーターバック6番右に展開したワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、このパスはオーバースローとなりましてパス不成功となっています。ダウンを1つ失ってフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン4、フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしパントによりますと攻撃は放棄する形になります。ここでトラブルが発生です。ラインのセンターが投げましたスナップが乱れまして、パンターボールを蹴れませんでした。なんとかランによりまして状況を打開図ろうとしましたが、これはアイランズを許さず陣地を交代する形で攻撃権譲渡となりました。攻撃は変わりまして、今度はクラブアイランズの攻撃に変わります。さあクラブベアーズパントフォーメーション、パントシチュエーションで大きなミスがありました。アイランズは結果的に相手陣38ヤードからの攻撃に入ります。さあこのチャンスをアイランズ生かせるでしょうか。アイランズファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番左に展開しておりましたワイドレシーバー85番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。パスを投じましたのはクォーターバック7番の松坂、取りましたのはワイドレシーバーに入っております85番の寺崎でした。寺崎は大阪体育大学出身、クォーターバック7番の松坂は大阪体育大学の出身、その、出身校同士のコンビネーションがここで光っております。今度はランプレーです。ランに枠42番にハンドオフしまして中央突破を敢行させました。ゲインはしております。しかし攻撃権更新にはまだ至っておりません。サードダウンに変わります。キャリア42番は山崎滝川高校出身のチームキャプテンです。クラブアイランズサーダウン残り1ヤード。さあこの1ヤードの攻防を注目しましょう。中央突破しましてクラブアイランズファーストダウン獲得です。攻撃権更新となりました。ここでクラブアイランズはアイフォーメーションからのブラストプレーで中央ディフェンスライン粉砕して攻撃権更新です。クラブアイランズファーストダウン、見事攻撃権更新果たしましたのはランニング枠42番の山崎滝川高校出身のチームキャプテンです。さあまず攻撃をリセットしてクラブアイランズ相手陣27ヤードからのファーストダウン点。さあここでランプレーを重ねます。今度は右オープンをつかせました。ラン枠42番期待に応えんと味方ブロッカー生かし約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。ここは42番山崎の総力でまず状況打開を図っていこうとしていますクラブアイランズ。ボールオン相手陣23ヤードからクラブアイランズセカンドダウン6。パス成功です。パス成功。ここでクォーターバック7番はワイドレシーバー10番にパス、非常に低いパスでしたが10番これを見事にキャッチしまして約3ヤードゲインと変えています。見事なキャッチを決めましたのはクラブアイランズ10番の北川、関西学院高等部出身のルーキーです。クラブアイランズサーダウン3。クラブアイランズファースターここでアイランズはアイフォーメーションからのリードオプションで QB キープ。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバック自らキープを選択しました。この判断構想しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーストダウン、見事な判断で攻撃権更新しましたのはクラブアイランズのクォーターバック7番の松坂、大阪体育大学出身。クラブアイランズ相手陣15ヤードからファーストダウン10。これはベアーズナイスディフェンス。ここで中央へのランプレーを突破敢行しようとしましたが、クラブアイランズ10番と43番見事な対応をしましてこのランプレーを阻止しております。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。審判団がフィールドに黄色いウエスを落としますと反則発生を意味します。さあどちらのチームにありましたでしょうか。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体系でプレーを展開しました。オフェンスチームには定められたポジションとその人数があります。この人数配分を誤りますとイリーガルフォーメーション、不正な体系で攻撃をしたという判断になります。従いまして5ヤード下がりましてファーストダウンやり直しとなります。クラブアイランズファーストダウン15度の状況で試合再開です。ボールオンは相手陣20ヤード。パス不成功。クォーターバック7番、ここで下がりまして一気にロングパスを投じました。ターゲットは1番でしたが、このパスはディフェンスカバー厚くパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。クラブアイランズ相手陣20ヤードからセカンドダウン15。さあここでドロープレーを導入しました。パスに見せかけた展開の遅いランプレーです。相手の裏をつくようにランニングバック42番中央を切れ込みまして約10ヤードのゲインとしています。クラブアイランズ相手陣9ヤードに入りましてサードダウン4の状況になりました。さあこの残り9ヤード、そして攻撃権更新に必要な4ヤードを突破できるでしょうか。クォーターバック7番、ここで下がりましてそこから自らキープを選択しました。自らの総力で攻撃権更新を図るプレーとしましたが、しかしわずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。さあクラブアイランズ相手陣6ヤードにありましてフォースダウン残り1ヤード。果たしてどのようなプレーを選択するか。ここでホイッスルが鳴っています。ここでクラブアイランズが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。クラブアイランズ最後の攻撃権ですが、ここは慎重に攻めたいとここでタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。こちら画面上に映し出されております多くの企業様、そして個人の方々のご寄付、ご支援、ご寄付によりましてこの配信は実現いたしました。皆様のご好評大変感謝申し上げます。この企画は現在も企画募集しております。この YouTube の配信欄、説明概要欄にそのショッピングカートの URL がございます。こちらをご覧いただき、その内容ご賛同かなう方々はぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。状況はアイランズ相手陣6ヤードからのフォースダウン、残り1ヤード、この1ヤードプレーで突破を図ります。フォースダウンギャンブル、前進できないと攻撃を失いますが、さあこのプレーの成否どうなるでしょう。中央に並んで攻撃権更新となりました。クラブアイランズファーストダウンギャンブル成功です。この状況をクラブアイランズ真っ向勝負のランプレーで展開を図りました。ランニング枠42番キャプテンである山崎、見事にこの期待に応えまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーストダウン、さあこれにより相手陣2ヤードの位置からのクラブアイランズ攻撃に入ります。4回でこの2ヤード突破になるでしょうか。クラブアイランズファーストダウントゥーゴール、残り2ヤード。さあここでトラブルが発生した模様ですが、それはアイランズクォーターバック自ら抑えております。タイミングが合わずプレーを展開してしまいましたが、結果的にはランプレー失敗という形になっております。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。ベアーズとしては何としてもこの土壇場の状況を切り抜けておきたい。クラブアイランズ相手陣2ヤードからセカンドダウントゥーゴール、ここでホイッスルです。ここでクラブベアーズが前半1回目のタイムアウトを取りました。ベアーズとしては非常に厳しい状況ですが、ここでまず守備陣の作戦を立て直す形でタイムアウトを取った模様です。試合の状況からしますと、この状況で先制点を挙げるか否か、非常に大きな状況と言えるでしょう。攻守ともにここは作戦の食い違いを何とか避けんとするタイムアウト、そして双方の地の攻防が始まっております。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。クラブアイランズ相手陣2ヤードのこの状況を、さあどのようなプレーを選択するでしょうか。クラブアイランズセカンドダウントゥーゴール、さあ中央のランプレーだが、これはベアーズ止めた。42番の突破力によりエンドゾーン狙わんというところでしたが、このプレーは止まりましてサードダウンに変わります。ベアーズのタイムアウト、ここは実ったというところでしょう。さあ残り2ヤードの攻防、非常に面白い状況です。クラブアイランズは何としてもこれをタッチダウンとしたいところではあります。さあこのサードダウントゥーゴール、注目しましょう。クラブアイランズサードダウントゥーゴール、残り2ヤード。これを止めた。ここでオプションプレーでランニングバックにピッチしまして、右オープンを展開を図りました。しかしこれもベアーズ見事対応し、フォースダウンに変えます。さあこのフォースダウントゥーゴール、どのようなプレーを選択するでしょうか。アイランズプレーを選択します。フォースダウンギャンブル、あくまでタッチダウンを狙います。さあ2ヤードの攻防注目です。ここでホイッスルになっています。イエローフラッグが投入されました。どちらのチームの反則でしょう。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。揃ってスタートできず、結果的に反則という形になっております。5ヤード下がります。従いましてクラブアイランズ、フォースダウン2ゴール、残り7ヤードの状況に変わりました。さあこの状況、7ヤードの攻防に変わります。下がることによって状況変わらんというところですが、やはりギャンブルといく状況です。タッチダウンを狙います。さあどんなプレーが来るか。ここでホイッスルになります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブベアーズ0点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。